ウミンチュボクサーたちが切磋琢磨する三重県立水産高校ボクシング部、そして今回2人の選手たちが新人戦の東海大会のリングへと上がる。部活応援トコワカアスリート、いつまでも若々しくひたむきにスポーツに汗を流す運動部の高校生たち。この番組はそんな三重県内の若いアスリートを紹介し応援していきます。この番組はご覧の各社の協賛でお送りします。水産高校ボクシング部、去年はチームとして三重県高校総体ボクシング競技で優勝、個人としてはインターハイに2名出場、全国の舞台で共に1回戦突破、全日本女子ジュニア選手権大会3位など全国レベルで活躍する選手も輩出するチームなのです。そんな水産高校へと乗り込んだ柏木アナウンサー。こんにちは。こんにちは。しかし柏木アナに恐ろしい資格が現れる。ちょっとキャプテン、こちらの選手をお二人紹介していただいてもいいですか。こちらはもう引退された3年生の山本凛美さん。山本選手、はい、もう一人はこちらは1年生の、上田愛美さん。この方があすごい可愛らしい選手ですけど、去年の12月の全国大会でなんと3位になった人です。全国大会で3位ですか。すごい可愛らしいですし、そこまでこう筋肉がモリモリっていう感じでもないように見えるんで、変な話ですけど、例えばこう僕とかがちょっと一発二発パンチとか受けても、はい、まあ大丈夫ぐらいな感じじゃないかなと思うんですけど、食らってお願いします。じゃあ、もうちょっと痛い目見てもらいたいと思います。まあまあまあ、はい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 、まあ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 ね、もう何発でも受けてやりますよ、お願いします。はい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 、まあ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 、まだいける、まだいけるんじゃない。はいはい、まあまあまあ、ちょっとね、ちょっと待ってくださいね。まあ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 、まあ、ギブでお願いします。女子選手をなめんなよ。ところでチームの方針から強くパンチを当てる練習を少なめにしている水産高校ボクシング部ですが、この日はスパーリングを行う選手が2人、2年生中村仁選手、そして1年生佐々木かなめ選手。2人には新人戦の東海大会への出場が迫っていたんです。大会当日、今大会は2日間にわたって行われ、1日目に2年生の中村選手、2日目に1年生の佐々木選手が初戦を戦います。まずは中村選手の試合。実習で後悔に出ていて県大会に出場できなかったキャプテンはセコンドに回りサポートします。結構リラックスしてるね。いや全然ですね、これめっちゃ緊張してる。から元気です、これも。頑張れ。よし。頑張れ。中村選手、いざ決戦のリングへ。試合は1ラウンド2分の3ラウンド制。
最後までもつれたこの試合の第3ラウンドの模様はお知らせの後。新人戦の東海大会の初戦第3ラウンド始まりました。赤のグローブが三重県代表水産高校の中村、一方青のグローブが静岡県代表城南静岡高校の杉本です。ロープ際左のボディジャブ、ブロパーフェリー、左をもらってしまった中村、右アッパー返す中村です。ここはガードの上、ロープ際右ストレート、さらに左、右、左、中村がパンチをもらっています。ここはクリンチで逃れる中村、パンチをもらっている中村です。それ右に左に中村を返すが右ラッパー、ここもクリンチで逃れる、右のストレートを打っていったところ、ここはヒットしません。右を返していきます、左に左フックからステップを踏んで中に入り込んでいこうという中村の動き、ステップインからの左フックを見せました。右ストレート、ここはカウンターで右ストレートをもらった、さらに右、左、右、杉本のパンチをもらっている中村、右アッパー、左、ここで第3ラウンド終了のゴング、試合は判定にもつれ込みます。ただいまの競技の結果は青コーナー、中村選手、初戦敗退です。新人戦負けたんですけど、最後ラストインターハイで、インターハイでなんか結果残っちゃったと思います。次はインターハイで行ってください。翌日、今度は佐々木選手の試合日。1年生の佐々木選手、実は三重県内に同じ階級の選手がいなかったため、いきなり東海大会からの出場、そして公式戦も初試合なんです。もういや、もうなんか潰されそうです。頑張れ1年生。1ラウンド始まりました。青のグローブが三重県代表水産高校の佐々木、一方赤のグローブが愛知県代表名古屋工業高校のフセインです。ワンツー、左クー、フセインの左、詰めていくのは佐々木です。相手の動きを見ていく佐々木、ワンツー、ここはかわしていくフセイン、ジャブの差し合い、右、さらに左クー、右クー、左右のフックを連続で一気に攻め込んでいこうというフセインの動き、ここはダウンを取られました佐々木です。カウントが続きますが試合が再開されます。ダウンを取られた佐々木、ここは攻めに行かなければならない。フセインが前に出てくる、ワンツー、左、もらっている佐々木、よっしゃー、カウント、倒れてしまった。水産高校の佐々木、2度目のダウンを奪われました。第1ラウンド、ここで10カウント、水産高校の佐々木 KO 負けとなりました。相手のパンチがめちゃくちゃ強くて、最後なんか吹っ飛ばされました。悔しい、めっちゃ悔しい。せめて2ラウンドもしたかったです、マジで。ちょっと苦い経験になった新人戦の東海大会けれど、それぞれに得るものがあったようです。この番組はご覧の各社の協賛でお送りしました。
前向きにひたむきに戦い続ける水産高校ボクシング部の部員たち。この春卒業する3年生マネージャーの谷口結菜さんはそんな選手たちを見つめ続けてきました。みんな後輩たちもボクシングに惹かれて入ってくれて、その魅力を感じて楽しみながらボクシングしてくれるのが私も嬉しいし、やっぱり辛いこととかあると思うんですけど、とても楽しんで、練習の中でも楽しんで、練習の外でも仲良く、やっぱ個人競技なんですけどチームワークを大切にして頑張っていってほしいです。今年も総合優勝するぞ。部活応援トコワカアスリート、次回は三重高校ダンス部。県内有数の強豪校で楽しい演出やキレキレのダンスを武器に、三重県内のイベントで引っ張りだこのダンス部。その人気の秘密とは？部員に大人気の先生や100人を超える部員を束ねるキャプテンに聞きました。お楽しみに。